お疲れ様です。今日はレミと一緒にストレス解消ヨガしていきましょう。体と心をほぐしましょう。最初は座りやすい姿勢でスタート。手の指を胸の前で組んで手首を回します。ゆっくりでいいので大きく大きく回していきましょう。反対回しも。日常で休むことなく使っている手首をほぐします。動きをゆっくり止めたら手のひらを返し、吸って伸びて吐いて解放。背中の後ろで手の指を組み、その手後ろに引いてから左手の甲を右脇腹に当てましょう。吸って背筋を伸ばし、吐く息で頭を右側に倒します。肘は後ろに引いて、左の耳と肩が遠ざかり、首の横、僧帽筋のストレッチ。体が傾かないようにお腹は上に引き上げます。顎をそーっと引いて下を見ましょう。吸って顔を正面に持ち上げ、繰り返します。頭右からゆっくり下。もう一度、首から肩につながる筋肉のゆったりとした伸びを感じましょう。手を後ろに大きく引いてからパッと離して、反対指に組み替え、今度は右の手の甲を左脇腹に当てて大きく息を吸います。吐いて頭を左に倒す。右の耳から肩にかけてが遠ざかる。僧帽筋は心の緊張でも凝る部位なので、ストレッチすると副交感神経が働きリラックスできます。顎をそーっと引いて下を見る。吸って顔を起こします。あと2回。首の後ろもじわじわと伸びるのを感じましょう。腕を後ろに引っ張ったら吐く息で解放します。両腕を肩の高さに広げて、右腕上にクロスし、自分を抱きしめ背中を丸める。お疲れ様の気持ちを込めて自分をハグし、ぬくもりを感じてリラックス。吸いながら肘を持ち上げて胸を起こします。お腹は引き込んだまま、腕をふんわり天井から横へ下ろしましょう。反対です。左腕上にクロスし、自分を抱きしめ背中を丸める。肩甲骨を手繰り寄せるように小さくなって安心感を味わいます。吸って肘を持ち上げながら上を見つめて、胸に呼吸を送りましょう。両腕を上から優しく開きます。右を向いて四つん這いです。両足の甲は寝かせて、一度息を吸い、吐いて背中を丸めます。目線はおへそ。吸ってお腹は薄いまま背中下から反らせましょう。もう一度背中を丸めます。脇から手で床を押して肩甲骨は高く、吸う息でゆっくり反らせる。目線は前に送って、両足つま先を立てます。右足を後ろに引いて、かかとお尻の高さにアップ。左腕ゆっくり前に伸ばして、吐く息で背中を丸めて肘と膝をタッチ。吸って腕足を伸ばす。もう一度吐いて背中も丸めます。吸って手と足で引っ張り合う。手を下ろしてから膝も床に着地。反対、左足を後ろに引いて右腕を前に伸ばしましょう。少しキープ。吐いて肘膝タッチ。お腹薄いです。吸って腕と足を離します。
もう一度バランスポーズで集中力をアップさせましょう。手足を下ろし四つん這いから胸あご床に下ろして腹ばい、足の甲は床、お腹を薄く手で床を押して胸下まで持ち上げたら、背中の後ろで指を組み胸を開きます。足の甲は少し浮かせて恥骨を床に押し付ける。つま先は持ち上げようとするより伸ばすことを意識しましょう。バッタのポーズです。手は床、足の甲でも床を押して体を起こしましょう。右足を手の内側につき、左足後ろへ、手でももを押しながら体を起こす。両腕を前から持ち上げて三日月のポーズ。お腹を引き上げます。肩は無理に持ち上げずに、目線は遠く正面を見つめます。両手カップハンズで床、後ろの足を持ち上げ、かかとは床に、右肘はももの上、左腕を天井から頭の先に伸ばす。笑顔で体の体側の伸びを感じられていれば、右手は右の足に置いてみましょう。苦しければすぐ戻して、お腹も引き込み体幹を鍛え、全身を活性化します。両手を右足の前につき、お尻を下ろし、左のつま先天井、ゆっくり形を整えましょう。苦しさを感じたら、お尻の下にクッションを置くと楽ですよ。余裕があれば、両手は胸前で合掌。左内ももの伸びを感じます。呼吸できていますか？両手カップハンズ、真ん中について、お尻をゆっくり持ち上げ、足幅を狭める。お尻を下ろして胸の前で合掌してみましょう。股関節周りを柔軟にするポーズです。肘と膝で互いに押し合うことで胸も開きましょう。その胸もう一つ持ち上げて、両手を左斜め前につき、右足を横に伸ばす。つま先は天井。一度手で床を押して胸をぐーっと持ち上げます。そのままか合掌を選びましょう。股関節周りや内ももの筋肉が程よく伸ばされて、体が温まるポーズです。手と手で押し合うその感覚、温かさや柔らかさも感じて。両手を左側につきます。後ろの足を持ち上げ、足の甲を寝かせましょう。両手で前ももを押しながら体を起こす。両腕を前から大きく持ち上げます。右のお尻もう一つ前に出して、肩はリラックス。下半身の血行が良くなって、巡る体づくりに役立ちます。両手は床、後ろのかかとを持ち上げ床に下ろす。左肘ももの上、右腕は天井から頭の先に伸ばします。右足の小指側から右手の中指までの伸びを感じる。左手を下ろすとポーズが深まります。おへその3センチ下は薄くキープ。さあ、右手で引っ張るように体を起こします。両手は腰、つま先を外向きに調整したら、膝を曲げ腰を落とす。両腕を内側から大きく回して、肘は90度でストップ。胸を開きます。足とお腹を強化して力強い土台を作りましょう。両手は腰、ゆっくりと膝を伸ばして、つま先内外内外で中央へ戻りましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。ぜひ何回もやってみてくださいね。お疲れ様です。じゃあまたね。